ラファイエット級フリゲートはフランス海軍のフリゲートの艦級。計画名は K フリゲートであったが、ネームシップが浸水した1992年からは現在の艦級名で呼ばれるようになった。本級の特徴はステルス性に特に留意して設計されたステルス艦であることにある。レーダー反射断面積低減のため、上部構造物と船体には重度の傾斜が付されており、 極力単純な平面で構成されている。また、上部構造物の相当部分がバルサ材を新材としたサンドイッチ構造のガラス繊維強化プラスチック製とされているほか、レーダー波反射源となる搭載艇などは、船体内に収容するか、開閉式のシャッターによって覆われている。これらの配慮によって、RCS は500トン級の小海艇と同程度に抑えられている。 船形としては挑戦首脳型、船体形状はディープ V 型が採用されており、完備には2つのスケグが設けられている。また、フィンスタビライザーも備えている。高弾性確保のため、船体は11個の水密区画に区分されており、また、弾薬庫と戦闘指揮所には断片防御のため走行が施されているほか、NBC 防護にも配慮されている。なお、 将来の階層を考慮して、設計には、モジュラー化の手法が導入されている。主機関としては、V 型12気筒の高速ディーゼルエンジンであるセント、ピルスティック 12PA6V280STC を4機、搭載して、こだった方式で2軸の可変ピッチプロペラを、駆動している。ディーゼルエンジンは、振動、騒音が、比較的大きいことから、水中放射音を低減するため、 指揮官は独立した防震台の上に課されている。また、プレイリーマスカーシステムも備えている。本級はフリーゲートと称されてはいるが、EU 域内における危機対処及び海外領土の防衛警備を主任務としており、水速装備、対戦兵器は備えていない。戦術情報処理装置としては、セニットマイナス7が搭載されたが、これは、 タバタック2000のフランス海軍仕様であり、ビスタコンソール5機を備えていた。また2020年代に近代化改修の対象となった3隻では、セニット FLF に換装されることになっているが、これはシャルル・ド・ゴールのセニット8のスケールダウン版である。レーダーとしては、S バンドの DRBV-15 を対空、対水上捜作用として、水上に搭載するが、これは、 トムソン CSF 社のシータイガーマーク2のフランス海軍仕様である。また、将来の近代化改層の際には、艦隊空ミサイルの射撃式用も兼ねて、X バンドの多機能レーダーであるアラベルを環境上に装備する計画もある。なおアルブル -21 電波探知装置は DR3000S のフランス海軍仕様である。上記の通り、ソナーは搭載されなかったが、 後日装備する余地は確保された。その後、2020年代の近代化改修を受けた、艦では、キングクリップマーク2が搭載されることになった。艦砲は、艦首艦艦に55口径1 0 0、mm、トル単装速射砲を一機搭載する。これは、ミリー68カダムをもとに、ステルス化砲塔を採用したものであり、ミリー 100TR とされることもある。弾薬は、 約600発を搭載できる。放射撃式装置としては、環境上のカストール IIJ が用いられる。ミサイルは、固間防空用として、クロタル CN2 システムの8連装発射機を、ハンガー状に、また、対艦兵器として、エグゾセム m、MM、4 0艦対艦ミサイルを4連装、発射機2機に収容して、水ん直前のチューブ艦艦量源に搭載している。また艦砲と、 環境構造物の間に、アスター15、または、VL ミカを発射するためのシルバー VLS を後日、装備する余地が確保されている。また2020年代の近代化改修を受けた艦では、エグゾセを、ブロック 3C に更新するとともに、クロタルタンサムを撤去して、ジョルジュレーク旧駆逐艦の退役艦から転用した、サードラルキンサム発射機が搭載されることになった。これは、 黒たるよりも、射程、弾頭重量では劣る一方、ミストラル3ミサイルを使用することで、シースキマー対処が可能であり、また、対水上射撃能力も備えている。蒸気の通り対戦兵器は備えていないが、巨雷発射艦を後日装備する余地は確保されている。完備艦板には、ヘリコプター艦板が設定されており、長さ30メートル幅15メートルを確保した。 ヘリコプター甲板には着艦高速装置として直径1.8メートルのグリッド板がまた機体移送装置としてサマヘが備えられているこのグリッド板はハープーングリッドシステムの一部でありヘリコプターの側が備えているハープーンをここに差し込むことで機体を固定する仕組みであるこれらの設備により10トンまでのヘリコプターをシーステート5ないし6の解消状況まで 運用可能とされている。なお、NH90NFH 紹介ヘリコプターの搭載、運用も可能だが、巨来を収容できる弾薬スペースがないため、長期間の運用は困難である。上部構造物中部両源のレセス内に、艦の搭載艇が一隻ずつ搭載されているほか、上艦している特殊部隊用として、艦尾ドアから5メートル休複合艇を要航することもできる。 これらのうち、ラファイエット、クールベ、アコニトの3隻は、近代化改修、寒冷延伸工事を受けて、2030年代初頭まで収益を継続することになっている。最初に改修された、クールベは2021年9月13日に、艦隊に復帰しており、また2番目に改修される、ラファイエットは2022年夏、3番目に改修される。 アコニトは2023年までに艦隊に復帰する予定である。派生型の輸出も積極的で台湾海軍やサウジアラビア海軍、シンガポール海軍に採用、輸出されている。これらはいずれも艦本体に、その後、魚雷発射艦を装備して、対戦能力を付与するとともに、手法の 76mm 単装速射砲へ乾燥したほか、火器のような特徴がある。 ありがとうございます。